この番組はカジュアルリッチなオイスターレストランオイスター&ワインキッチン系の提供でお送りします。中本直樹のなんてったって歌謡曲。この頃酒がうまいのはくだらない見え欲など捨てたから、決して満たされちゃいないけど、ゆったり優しい気持ちで心地よい人と比べて生きるより、自分に合った生き方をしよう。昨日は仲間と酒を飲む、丸めた心で酒を飲む、それが俺の人生。はい、時間は2時になりました。中本直樹のなんてったって歌謡曲のお時間でございます。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。ということで、今日はまた素敵なダンディーな、男性の方でございますけども、シニアというか、まあ、本当にね、もうサラリーマンでも上級サラリーマンというイメージの形容詞がぴったりじゃないかなと思う、方をご紹介したいと思います。日本コロンビアの金島昭夫さんです。金島昭夫です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、なんか緊張されてますか？これラジオ出演まだ2回目なもんで結構緊張しております。そうですか。だってもう何年も歌は歌ってて、なんかコロンビアから 何年もやったのかなって思うぐらいの風格はありますよ。ありがとうございます、はい、でも去年の8月25日にデビューしましたもんですから、まだ10ヶ月そこそこで。そうですか。もう常にいつも緊張してしております。いやいや、もうリラックスして気楽にやってください。 ありがとうございます。台本もありませんので、ありがとうございます。好きなことを喋っていただいて、はい、8月25日、はい、僕ら8月の2日が誕生日なんです。あ、そうですか、はい、はい、おめでとうございます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、もうなんか今中途半端なおめでとうございますタイミングですけどね。金島さんは、はい、1900何年、6月12日お生まれと、はい、1900年というふうに呼んでます、いつも、はいはい、年齢は、はい、非公開という、まあ、多分コロンビアの中では出てるんでしょうけどでもそれよりも全然若く見える、本当にでも、ね、素敵な衣装というのか、まあね、本当ダンディーですよね。本当にいろんな方がゲストでこの番組にいらっしゃいます。コロンビアの歌手でもね、はいはい、同じところで山崎貴庭ちゃんは、はいはいはい、もう準レギュラーですから、月に1回てて、この間一緒にご一緒に、はい、マンスリーでご一緒に出演いたしました。はい、貴庭ちゃんもそうでしょ、あと西尾由紀ちゃんとか、はい、西尾由紀さんと、はい、あとはミュンとヤヨっていうね、あ、はいはい、2人合わせて122歳、天国に一番近いアイドルって、他にもね、新生都市伊藤とハッピーアンドブルーのボーカルのね、はいはい、マサルも仲いいですし、そうですか。コロンビアさんとは本当にいろんなお付き合いがありまして、はい、最近は私の添右衛門町ブルースとか、はい、中之島ブルース歌った時に、はいはい、後ろでバックコーラスをやっていただいてるんです。マサルが、はいはい、
もうすごく感動しております。それはいいことですね。私の場合はどっちかというとこういう職業柄、まあ、実際は歌手でも今現在ありますけど、はい、まあ、でも実業家ですもんね。ですからこう身だしなみっていうか、それは、ね、まあ、そういう髪型、ね、気を使ってらっしゃるんでしょうね。そういう、もう、風習ね、そういうのが慣れておりますもんで、ね、まあ、身だしなみだけはいつもこう、だからもう本当それこそサラリーマンみたいな。いやでも上級サラリーマンですよ。そんなにねいいスーツ着てないもの普通のサラリーマンは。あとシャツもねピシッとしてるし ね、うん、まあ、多分ネクタイはいるんですかな。それはあの青山で買っておりますので。いや本当ですよ。いや本当本当、私は青山っていう土地で買ってるんじゃなくて。違います、紳士服の青山。いやいや本当に普段着てる背広は青山で2着4万8千ぐらいので、してそれで着てるんですけど、はい、でもまああまりお腹も出ておりませんもんで、うん、それ着て友人にお話しすると、はい、もうね、会長が来てるとそれすごいスーツが高く見えて。いやいやいや見える見える。あるんですけど、結構青山スーツ似合うんですよ。それもこれはもうちょっと高い。青山さんよりもうちょっと高い、1万円ぐらい高いセリフですが、はい、銀座山形屋ですけど。本当です、はい、まあ、実業家っていうお話を今してますが、はい、僕も行ったことあるんですが、新宿にカラオケのお店で、はい、747って書いたお店がいっぱいあちこちにあるじゃないですか、はい、目立つところに、はいはい、その747カラオケ747のグループ会社の、はい、今は会長されている。そうです。で、ね、強いて言えばですね、はい、私はカラオケはまあ、日本っていうかまあ世界で初めて作ったんですよ。え、実はですね、どういうこと実はカラオケがまだカラオケルームがなかった頃に、はいはい、その岡山県で、はい、そのある立派な先生の講演を聞きに行きまして、はいはい、してそれで聞きに行きましたら岡山県で、はいはい、その列車の列車の貨物の、はい、コンテナを、はい、それを10個ぐらい並べて、はい、カラオケルームをしてるっていうお話を聞きまして、はいはいはい、ちょっとヒントいたんですよ。おしてそれで私は新宿にコンテナ持ってくるわけできませんもんで。そうですよね、最初、はい、そうでしたね、カラオケボックスってね、はい、コンテナでしたね、そうです。してそれで私はその当時も店が 5,6 軒ありましたもんで、はい、して1軒だけカラオケルームに初めて、はい、日本で初めてカラオケルームを作ったんですよ。そしたらもうそれがもうものすごく流行りまして、もうお客さんもいつも超満員で、してそれで、まあ、新宿池袋新宿渋谷とかさまざまなにカラオケを増やしていったんですよ。ですから例えば今カラオケって字の書体ありますよね、はい、あれも私が考えたんですよ。はい、何ですかそれは。字の書体、あのカラオケっていう書体、カラオケって字と書体して、まあ、他社さんがそれを、うん、まあ、私が流行ってるから、まあ、他社さんもそのカラオケルームは、まあ、ビッグエコさんの人もいろんな、ね、増やしてきた時に、うん、私がやっぱり元祖ですから、はい、そのカラオケっていう字の書体そのまま真似した方が早いじゃないです か、うん、確かに知名度もありますので、うん、してそれでカラオケっていう字がいっぱいあちこちで見るようになったんだ。だから大体みんな全部カラオケっていう字の書体みんな同じでしょう。同じ、だから頃特許取ってけよかったかなと思うけど。本当ですよね。その頃はそこまでの知恵もなかったもんで、まあ、でも今現在ね多くの他社さんがそうやってカラオケ業界を頑張っていただいたら、まあ、それもまたすごく嬉しいかなっていう、まあ、貢献してるなっていうのを思っております、はい。そうなんですか。いやいや、はい、意外なところでそのカラオケの、ね、はい、ルーツを知りました今。ビッグエコーさんはそれ時には機械は売ってましたけど、はい、カラオケルームはまだやってないがあったもんで、やってなかったもんで。シダックスはもうどこもやってない。あれはだって給食かなんかの会社ですもんね、もともとはね、はいはいはい、外食、そうですね。ですからそういう意味では、まあ、ちょっとカラオケ業界ちょっと誇れる、セブンフォーセブン誇れるかなと思っております。でもその目の付けどころがやっぱり良かったっていうのと、その実行力と、はいはい、まあ、それが兼ね備わって多分ガーンと大きくなる。あとは会社のあれ見ましたけど、なんか駐車場もやってたりとかね。まあ、事業は手広くやっております、はい、でも
ただカラオケルームを今他社さんは、うん、まあ、全国に200件とか250件やっておりますけど、はいはい、私はそれはやる気さらさらなかったんですよ、うん、それはなんてかって言いましたら、やっぱり一業種で英語不滅に栄えることはないもんで、うん、ですから必ずカラオケ部、カラオケルームも、うん、まあ、衰退する、まあ、終焉が来るだろうと、はい、そういう時代は必ず来るなっていうのは、うん、そういうのは思ったもんですから、やっぱり会社を存続するためには、うん、やはり多種多様に分けた方がよろしいかなと思って、うん、なるほど、して、まあ、今うちの、うん、業態は、うん、まあ、カラオケルーム、居酒屋とか、はい、まあ、駐車場とか、はい、あと、まあ、パチンコとか、うん、まあ、そういう、あと、まあ、麺は歌舞伎町の方に、貸しビル業を、はい、それを営んでおります。はい、すごい。その金島さんが、はい、歌手として、はい、コロンビアから、はい、曲を出したわけじゃないですか、はい、これが岡千秋先生のね、はいはい、曲で、新宿しぐれ、はい、これどういう感じの歌い方をしなさいとかっていう指導があったんですか。私が歌手になったきっかけはですね、はい、うん、茨城県で介護施設してる友人がいまして、はいはい、いや、その話は次に聞きますので、はい、この新宿シグルはどういうふうに歌ってくださいねって、あ、そうですか、先生から言われたのかなと思って、私はね、岡先生と、うん、まあ、石原慎二先生とお会いしまして、うん、はい、して、まあ、新宿で、まあ、うん、まあ、55年ぐらい事業をしておりますもんで、うん、まあ、多くの新宿の方々にお世話になっておりますもんで、うん、してまた新宿にもたくさんのいい思い出がありますもんで、うん、まあ、ぜひ新宿を土台として、うん、歌を作っていただけませんかということが新宿しぐれなんですよ、うん、して、まあ、いろんな55年のいろんな思い出を石原先生と、まあ、岡先生にお話ししまして、うん、して私の話をだいたい集約したのが、うんうん、まあ、新宿しぐれに、ね、歌詞になったんじゃないのかなと思います。わかりました、はい、じゃあそのデビュー曲ですね、はい、まあ、いわゆる今は B 面とは言わないんですけども、はい、両 A 面というこのの、メイン曲だというふうに、はい、思います、はい、新宿しぐれを聴いていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ネオンの新宿、雨が降る、雨のしずくと流れた恋、愛しき人よ今いず、新宿哀愁かここにあり、新宿しぐれです。ぽつり手のひら雨しずく、それとも涙、男と女のにじむ歌舞伎町、一人でも平気よと強がり見せて、あの日別れた後ろ影、なんでなんでなんで悔やむか、思い出がそう降る新宿しぐれ、寂しがり屋が肩寄せて、グラスを合わせ、今夜もどこかで
恋の花が咲く。爪を噛む甘い癖覚えているさ。黒いアパート合鍵もとにとにとにないけど、雨音が切ない、新宿しぐれ。誰もこの街ぬくもりを探して歩く。儚い夢でも夢に会いたくて、花園で振り向けばよく似た人が。バカなやつだと苦笑い、今度今度今度会えたら、幻も愛しい、新宿しぐれ。ウイウイしいですよね。あ、そうですか。 声も歌い方も。あ、そうですか。はい、いや、歌はね、はい、もちろん心ですから、はいはい、うまい、もちろん歌手だからうまいに越したことはないけど、はいはいはい、味がある歌い方っていうのがだんだんこれから身についてくるじゃないですか。あ、そうですか、ありがとうございます。10ヶ月ですからね、はい、赤ちゃんですから、はい、ね、そうですね。そうそう、右も左も分かんないよって、もうそれように言っていただいたらありがたいですよ。言って全然問題ないんですけども、ありがとうございます、はい、これからやっぱりね、ずっと歌っていかれるためには、はい、ええ、あの姿格好からすると、はい、こういう曲じゃない方が僕はいいかなと、はいはい、金島さんには違うタイプの曲の方が似合うんじゃないかなというふうにもちょっと思ったんですけども。あ、そうですか、はいはいはい、この新宿しぐれのイントロで、うん、はい、お話になってるその、まあ、曲紹介というね、はい、MC というのが大木ボンドさん、はい、はいはいはい、ね、はい、夏木豊さんとか、まあ、いろんな人がこう、ね、うん、あ、そうですね、あのイントロに乗っけて喋るじゃないですか。それの元祖っていうのは、まあ、ロイ・ジェームスさんとか。あ、そうですね、そうです、うん、そういう方、あとは僕もずっと何年も一緒に番組やった玉置浩二さんとか。あ、はいはい、そうですね、うん、あの方たちのそのほんとぴったりこう秒数に合わせて、うん、はい、ずっと喋るんですよね。そうそう、うん、まあ、徳光さんも得意ですけどね、そういうのはね、はい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 、そうですね、さんね、うん、そうです。お付き合い長いんですか、玉置さんの、 あのロッテなんとか通って、ロッテ歌の、ね、ありましたよね、た、はい、僕がやってた番組は象印スターものまね大合戦という番組で、あ、はいはいはい、まあ、はい、五木さんが、誰かの真似をして、はい、森さんが誰かの真似をしてっていう、はいはい、本当にその芸能人がというよりかは歌手が歌手の真似をするっていう元祖の番組で、はいはい、ものすごい視聴率もあった番組です。すごかったですね。すごかったです。はいはい、しかも、はい、大きなスポンサーじゃなく、はい、小さな魔法瓶メーカーが、そう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 、そうなの、うん、そうな、大阪のね、そうなんですよね、象印魔法瓶、本当ですよ。これがあの30分の全国ネットの番組のスポンサーをしてたわけですから、はい、大
変なもんですよね。素晴らしかったですよね、はい。まあ、そんなことで、その、まあ、747という、ね、カラオケのお店の、はいはい、なんで747なんですか。実は屋号をつけるときにですね、はい、僕どっちかというと飛行機が好きなもんで、はい、してそれで、まあ、アルティーニアもジャンボセブンフォーセブンってもうすごい有名だったもんで、はいはい、まあ、超有名ですよ。何で10回も乗りましたよね。ジャンボ飛行機乗ると2階まで2階の席に搭乗するのがものすごく好きで、うん、してもとかがジャンボセブンフォーセブンは憧れてたもんで、してそれで屋号をセブンフォーセブンってつけたんですよ。あれボーイングでしたっけ。ボーイングセブンフォーセブン。ボーイング社からは何にも来なかったんですか、はい、747って特許取ってるんですよ。カラオケ747で、はい、なるほどね、それは、はい、商標登録とでボーイングさんからやれませんでした、はい、人の飛行機の名前を勝手に使ってって本当です ね、 ね、それでそうか747ってなんか親しみがある数字ですもんね、はい、そうですね、はい、うん、なんかその話はなしなっていう747でなしなっていうのかなと思ったけどあ違うわけですね、はいはいはい。今は、プロフィールをちょっと拝見しますと、はい、好きな食べ物っていうのがやっぱり焼肉果物と。そうですね、果物も結構すごい好きですね、はい、焼肉はどこへ行かれるんですか。多分、まあ、新宿だからいっぱいありますよね。新宿ですからねたくさんありますけど、うん、まあまあ、私の会社のすぐ隣に、まあ、痛みっていう焼肉屋さんあるんですけど、うん、まあ小さいお店なんですけど、はい、もう庶民的で値段も安くて、はい、肉も安くて新宿でそんなに良心的な店があるんですか。まあ私が行くから肉が安くしてくれるのか分からないですけどまあそこ焼肉食べるならそこに行きますね、はい、なるほどね、はい、まあ、まあ我々芸能界で言うとまあ、ね、叙々苑というのがあってね、そうですね、でそれにさらに上には有限亭っていうのがあっていうのは、うん、まあ一応なんか、まあ、叙々苑さ有限亭だとまあ結構値段も張りますもんね。張りますよ。一応だったら有限亭買っちゃうぐらい平気でしょ。いやいや、もう庶民的な結構贅沢しないもんで意外ですね、はい、なんかそういうところ行ってもう銀座のクラブ行ってはべらかしてみたいな。全然違うんですよ。あ、全然違うんですか。私は全然もうね、銀座も正直な話今まで生まれて 3,4 回ぐらいしか、それも友人に誘われて行っただけで。モテますよ、うん、会長銀座行ったら。わからないですけど。いやいやいや、モテますよ。まず紳士だっていうことですよ。はい、ありがとうございます、ね、はい、紳士で、はい、あとはスマートで、はい、で金払いがいいっていうのはもう絶対モテますよでもしかもねルックスも悪くないわけだから、いい、はい、これぐらいでいいですか。よいしょはもうこの年だからあまりそこまで分かりました、分かりました。生まれは茨城県の下館市、はい、下館市っていうのはどういう市ですか。茨城県下館市なんですけど、元城町って元お城があったんですよ。ですから下館城下町、はい、一番山こう高いところに、はい、私が育った頃にはそこお城だったんですけど、そこ、はい、下田警察署でありまして、そしてその下の方にいたから城下町ですね。城下町、ね、そこで私は生まれまして、して小学6年までいまして、はいはい、してまあそれで東京の王子に引っ越してきました。お、はい、この川越も城下町なんですよ。そうですね、そうです、もう今すごい人、すごい人、最近はねすごいですね、城下町でね、はい、もう一時は、うん、鎌倉の、観光客数を抜いたっていうぐらいすごい人ですよ、はいはい、土日なんてね、はいはい、まあ、今年は多分お祭りもで、ね、はい、できるようになると思いますけども、川越祭りっていうのが ね、 はね、はいはいはい、川越祭り、ね、川越祭り、はい、有名ですね。有名です、はいはい、そうですか。じゃあ新宿育ちがあって、はい、なんで、はい、なんでじゃないな、うん、最初に、はい、
あの歌をね、はい、やろうかなと思ったっていうか、はい、何がきっかけでこの歌のことをやろうかなと思ったんですか。要するにですね、私はその幼少の頃、茨城県で小学5年生ぐらいの時に、はい、中学1年ぐらいの時に、はい、もう三橋道也さんがもう大好きで、あの声、はい、あのもう透き通った声、はいはい、あのそれがもう大好きで、よく歌ってたんですよ、はい、して演歌ですから、まあ、友達にはよく演歌を歌ってましたもんで、はい、ちょっと不思議がられてたんですけど、はいはい、でも、もうその頃に演歌が大好きで、はい、あの三橋美さんのおかげで歌が好きになったっていう感じはあります。あの多いですよね、はい、あのあ、まあ、我々、まあまあ、やっとあの高齢者になった70代からすると、はいはい、我々よりもちょっと上の方75から80代ぐらいの人っていうのは、はいはい、本当に三橋美智也さんに憧れたとか ね、はいはい、で三橋美智也さん派が多いですよね、村田秀夫さんよりも。そうそう、ね、ええ、それはねすごいと思います。春日八郎さんとか、はいはい、いらっしゃったじゃないですか、はい、でも三橋美智也さんなんでしょうね。ねえ、なんかね、すごくすごい人気ですよね。すごく大好きでしたよ。まあ、その歌を聞いて、まあ、歌手になろうかなというふうに思わなかったんでしょうけども、歌手はもう正直な話、歌手はあの船木和夫さんがデビューした時も衝撃的に私も感じたこともありますし、はいはい、橋幸夫さんもそうでしたけど、はい、雲の上の人が歌手になるもんだと思って、私たち一般庶民的な人が歌手なんかまずなれるわけないっていう、うん、そういうにも先入観が働いておりましたもんで、はいはい、ですからさらさらあの歌手になる気はありませんでした、うん、ただもう、 うちは父がもう朝から晩まで酒飲んで仕事しない、しないで49歳で他界した父なもんで、はいはい、もうとかくお母さんを幸せにしたいということで、うんうん、して二十歳ぐらいから幸いうちの女房と知り合って、うん、してそれで事業を起こしたんですけど、はい、ということはすごく若い時に結婚されたんですか。結婚ですね、結婚は二十歳の時に、二十歳の時に結婚されたん、はい、してうちの女房が19歳の時に高校卒業して、ダメじゃないですか、二十歳前で。それの時にね、やっぱりね、あのお付き合いしたんですよ、はい、お付き合いしておりましたら、はい、私サントリー株式会社の子会社の東洋果樹っていうとこで、相模原に工場ができたもんで、そこに私転勤になって働いておりましたら、はい、ちょうど私の寮の前に、はい、食堂ができまして、はい、してそこに食事しに行きましたら、はい、あのうちの女房が高校生の時に、はい、お兄さんが経営しておりましたもんで、手伝いに来てて、はいはい、して、まあ、正直な話、まあ、一目惚れでお互い好きになった、交換好きになったんじゃないかなと思いますけど、ごちそうさまです。してでも、結構うちの女房とか結構、まあ、ある程度、まあ、あの地主さんになったもんで、して私はもう本当のもう無一文のまだ青年だったもんで、うん、まあ、ちょっと両親に反対されまして、して、まあ、半年ぐらいお付き合いをしなかったんですけど、はい、して高校卒業して、あの妻が、してある時に私のアパートに訪ねてきて、はいはい、して両親を捨てて、もうあなたと一緒になるって女房が来たんですよ。でそれの時は私本当に感動しましてね、もうそれの時直感的に思ったんですよ、よしこの女を、ね、この妻もう将来社長夫人と呼ばれる女にしたいって言って、してそれで、すぐに独立したんですよ私。へえ、はい、すごいです、一途ですね。ものの考え方がね、あ、早いですね、あの考えが、行動が、ね、行動も早い、一途だし、はい、それでどっかでなんか歌を歌ってる時に、はい、なんかスカウトされたみたいな話をちらっと聞いたんですが、今までこの人生の中で私演歌がものすごく好きなんですよ、はい、して辛い時とか、うん、悩んだとかさまざまな人生の中であった時に、うんうん、演歌を歌うとなんか勇気をもらうんですよね、うん、すごく。ですからもう普段いつも演歌を歌ったんですけど、はいはい、そういう状況の中で、うん、昨年、はい、
私の茨城県で介護施設してる友人がいまして、はいはい、してその方が渥美二郎さんが、はい、あの出演するってことで、はいはい、電話かかってきました。もう私も渥美二郎さんの夢追い酒なんか特に好きなもんで、してそれでもう見に行ったんですよ、はい、してもう本当に感動しまして、はい、して終わってからその2階にカラオケルームがありましたもんで、はいはい、私そこで歌ったんですよ、はい、6曲ぐらい一人で勝手に歌ってたら、そしたらプロダクションの田村社長という方が部屋に入ってきまして、はいはいはい、私の歌を聴いてまして、はい、してそれでところで社長CD は何枚ぐらい出してるんですかって言うから、いや私素人ですから、うん、あまだ全然出しておりませんけど、うん、って言ったら、うん、なんか CD1 枚出しませんかって言うから、うんうん、個人的にこう、はいはいはい、出すそういう CD かなと思って、うんうん、まあ、一つよろしくお願いしますって言ったら、うんうん、3日ぐらいになったら、うん、もう仕事熱心な田中ディレクターと今、うんうん、今日もお見えになっておりますけど、うんうん、谷内中風がうちの会社に訪ねてきまして、歌をちょっと聴かせてくださいということで、して6曲ぐらい歌いまして、してそこで決定したんですよ。ということは、はい、その、まあ、歌手になるのは夢ではなかったけども、そうそうそう、全然その夢をつかむための曲が夢追い酒ということになるんですかね。きっかけがね、きっかけがね、それを見に行ったね、きっかけが。じゃあその夢追い酒を、それは金島さんが歌ってるバージョンで、はい、ちょっと聞いていただこうと思います。ありがとうございます、はい、今夜の酒は飲めば飲むほど心にしみる、別れの酒に泣いた夜、出会ったあの日に戻りたい、夢追い酒です。悲しさ紛らすこの酒を、誰が名付けた夢追い酒と、あなたなぜなぜ私を捨てた、見慣れて尽くしたその果てに、夜の酒場で一人泣く、昼間で一緒と信じてた、私バカです、バカでした、あなたなぜなぜ私を捨てた、指を絡め眠った幸せを、思い出させる流し歌、したの雨ににじんだ酒場の小窓、あなたなぜなぜ私を捨てた、
酒心に燃えさせて夢を追いましょうもう一度金嶋秋雄さんで夢追い酒聞いていただきました。これも大木さんのね、はい、あのナレーションが入って。そうですね、はい、やっぱり演歌にはナレーションっていうのは合いますね。あ、そうですね。もうロックもフォークも、はい、あのニューミュージックも、はい、イントロであんなあの感じのなんかコメントが入ってきたら、はい、あれと思っちゃうけども、はい、演歌はもう本当しっくりきますよね。そうですね、やっぱりね、はい、僕もねあんまり、まあ、ロックから入って、まあ、R&B とかその16歳でバンドでデビューした時は、うんうん、はい、もう歌謡曲が一切聴かなかった。あ、そうですか、はい、洋楽ばっかり聴いて、はい、まあ、レコードはその日本語の歌も出さなきゃいけないとかってあったんだけども、はい、ほとんど日本の曲はスルーしてました、うん、はい、それで、はい、還暦過ぎたぐらいですかね、その演歌にもうちょっといいなって思うようになってきたんですよ。だからやっぱり日本人の心に、そうそう、ね、演歌は合うんだなっていうのは最近よく分かるようになりました、ね、人間の哀愁がざっと詰まっておりますもん ね、 ね、はいはい、そういう意味ではね、僕は本当に遅咲きのなんか演歌好きな人になりました。いや、もう先生がそのようになっていただいて嬉しいですよいや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 、はい、そのこの胸につけてるそのバッジはな、十字架の、これは赤十字の、赤十字の、はい、あの金十会っていう、バッジなんですけど、はいはい、これはもうこういうやつの中ですか、うん、はい、あの私は本当に言ってあの幼少期の時は本当に言って貧乏なあの、はい、貧困な家庭だったもんで、はい、そういって、まあ、今このように、まあ、多くの皆様方にね、はい、お世話になってして、それで、まあ、こう授業をしておりますもんで、はい、まあ、あのして、それで実はね、私がね小学もう本当に言ってひもじくて、はい、小学3年ぐらいの時に、はい、道路に落ちてる飴玉を拾ってこう食べたら、うん、お腹本当にひもじかったもので、うんうん、もう食べたらナフタニだったんですよ。飴じゃなかったんだ。でもあの頃はもう小学3年の時にはもう食べ物がなかったから、うん、もうそれを食べたんですけど、したらナフタニだったんですよ。でそれをこう今日思いますとね、あれの時に本当に辛かった思い出を、そしたら今実際このように事業を起こしていればね、もっともっと社会に貢献しなくちゃいけないんじゃないのかなということで、してそれで、まあ、あのもう30年前ぐらいから、あの赤十字さんに、うん、うちの社員はみんなあの300件、はい、アルバイトもみんな全員引かれて、はいはい、してそれであの赤十字に、うん、あのお金を寄付してるんですけど、それが認められまして、はいはい、して赤十字社から、うん、あの金樹会の会員にやっとなれたんです。その会員になるっていうか、その何人ぐらいいるんですか、会員の人って少ないんでしょ。金樹会の会員は東京都でもあんまりいません。だから新宿に赤十字 の、 あ の、 会、はい、あの会館があるんですけど、はい、そこに入り口のところにこうネームプレートで、はい、あの会員になった、はい、金樹会の会員になったあのプレートがあるんですけど、はいはいはい、まあ、あの30社ぐらいしかないですね、はい、それはですね、ものすごく立派な、はい、なんか僕が知ってるその赤十字の国会議員かね、何かみたいな、なんかその、でもこの金樹会に入りますと、年に1回、今はコロナで、あの新年会やらないんですけど、はい、あの、うん、天皇家から、はい、あの皇后陛下があれですから、はい、あの副総裁ですから、そうかそうか、はいはい、はい、ですからあのそういう皇族の方が来て、はい、一緒に新年会を、はい、あの明治記念館で、はいはいはい、あの年に1回必ず新年会やるんですよ、で必ずどんな
皇族の方が必ず来まして、一緒に新年会、この懇事会に入れましたらなれるんです。はあ、はい、それはすごいですよね。いえ、もう少しでも社会の恩返ししないといけないかなと思って。でもそのね、拾ってるナフタリン食べた人が、はい、こんなすごい人になるとはね。やっぱり人間ってハングリー精神がないと。そうですね、やっぱりそこまではいかないんでしょうね。はい、まあ、ハングリー精神ももちろん必要でしょうけど、うん、やっぱり感謝の周りに対しての感謝の心っていうか、うん、そういう気持ちが一番大切かなと思います。なんかぼーっと生きてるじゃダメですよね。いや、もうぼーっと生きてる人はいないと思いますけど。いやいやいや、もう一生懸命皆さん生きてると思いますけど。世の中いっぱいいますよ、ぼーっとしてる人。うん、でも、まあ、私からすると今現在このような、うん、経済状況の中でも、はい、まあ、会社の安泰の中で あれば社会貢献を、ね、これからもどんどんしていく、それも一つの、ね、晩年、そういうことも人生の私の役割かなと思って。会長、川越に747 作らないですか。僕は、ね、目が行き届かないと。僕がそこやりますよ。目が行き届くように。先生がやったらもう絶対間違いないです、ね、僕だってほらカラオケの教室も、ね、できるし、あでも作曲家の、あ今度1月か なんかまた大きなカラオケ大会があるんで、まあ、審査委員長やってくださいっていうお話があったんで、ん、喜んでっていう。あ、そうですか。だからもうカラオケ発展のためにはね、はい、そうですよ。衰退はもちろんしていくと思いますけど、はいはいはい、まだまだ我々が生きてる間は、カラオケは安泰だと思います。そうですよね、はい、何かありましたらね、はいはい、ご相談に乗りますので、はい、いやいや僕が乗せてくださいっていうのが。ありがたい。あとは何ですか、児童施設の、はい、方に、はい、1000万円の寄付をされた、はい、ということ、うん、ということは先ほどお話ししましたように、はい、もう実際本当に言って幼少期の時に、うん、もうひもじい思いした、ひもじい思い の、うん、場面の中で、うん、ある時にやっぱり小学3年ぐらいの時に、はい、母が丼に青酸カリ入れて、してそれで母ちゃん、うん、一人で死のうといつも青酸カリ持ってたんだけど、うん、お前たち残して死んだらかわいそうだから、うん、ね、父ちゃんにいじめられるから、うん、一緒に死のうって言われてね、してお兄さんと姉さんと私と、してそれで私は冗談かなと思ったんですよ、小学3年の時とか。そしたらじゃあ姉ちゃんが私が先飲むって口まで持ってったもんで、うん、私急いで止めたんですよ。してそれでどうにかやめていただいたんですけど、でもそれの時に私はね、それの時は思ってなかったんですけど、今今日を思いますとね、あれの時に、はい、例えば飲んでたら私はもちろん死んでたじゃないですか、はいはい、して例えばそれじゃなくてもお母さんが私を捨てて、はい、子供を捨てて、まあ、逃げちゃったら、はい、そしたら私養護施設に 入ってなくちゃいけないじゃないですか、はい、そういうことを思いましてね、はい、して今このような状況の中で経済も私がこうやってね、うん、してる以上は、うん、だったら今養護施設の方々に少しでもお役に立てればいいかなと思って、うん、して、まあ、下村春夫先生って訓会議員の先生がいらっしゃって、その方にお話しまして、はい、新宿で、まあ、養護施設でね、その方々に少しでもお役に立てたいんですけど、はい、ということで、はいはい、してそれでこの間伝達式して、まあ、金島基金を1000万やって、そうしたらだいたい年に2回ぐらい、あ、20人ぐらい成人式を迎える方がいらっしゃるんですって、はい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 、でこの間5万円ずつ皆さんにこう渡ししたんですけど。え、そんなに、スーツ、青山のスーツ2万。そうそうそう、青山のスーツ着て、してそれで、いやいや、新成人だからって言って、青山で使えるその金券みたいなものをプレゼントしたのかなと思って、それでね、やっぱり、うん、そしたらその方々もね、やっぱり例えば仮にね、両親にね、事情があってこう離れたとしてもね、あ、でも社会はそれを捨てないのかってな思うじゃないですか。だから
僕も多くの方々に愛情をもらってここまで育ってきましたもんで、やっぱり少しでも愛情をあげたくて、いい話ですね。ですから来年はね、茨城県に、私の生まれた茨城県にあげて、ずっと全国しようと思ってるんですよ。全国、それはすごい、全国ずっとやろうと思ってるんですよ私。これはすごいわ、それ YouTube かなんかで金島チャンネルでこのずっとそういう日々みたいなものをちょっと追っかけて、すごく、だって社会貢献っていうのは、はい、あの目に見えないところでもちろんするもんだと思うんです、うん、正直言うとね、あの、100万円持ってきたからこれ、じゃあ、ね、例えば有名な人が持ってて、これ俺からだって言って、あのみんなに言ってくれみたいなことを言って持ってく人も実はいるんです。だからそういう、まあ、赤十字さんなんかは、いやいや、うちはそういうことはしませんから、どうぞお帰りくださいって、うん、追い返されちゃうんだって。そうですね。でもね、やっぱり人知れずあの応援をしているということを、まあ、きらびやかにこう紹介することはないにしても、まあ、記録としてね、金島明夫の1年間みたいなものをずっとちょっとなんか追っかけたら、いい番組できそうな気がするんだけどな。ですからあのコロナ、実はね私ね、あの2年前ぐらいにね、コロナにかかったんですよね。早いですね。もう早いですよ。もう2年前ぐらいコロナ流行の先取りですね。そうしてね、あの大久保病院に入院させていただいたんですよ。そしたらもう深夜ね、もうね、常にね、看護さんがね、もう手当てしていただいて、先生方もしていただいて、それで14日間入院しまして、無事に退院できるようになった時に、このままありがとうございましたってね、あの退院するわけはいかないと思って、やはり下村先生に電話入れて、病室から、先生実はコロナにかかって今大久保病院で入院してるんですけど、明日退院することになったんですけど、先生方に看護師さんにありがとうって一言で退院するわけもいけませんと、いけませんもんで、先生の方で院長先生にお電話していただいて、あの1000万どうしても医療に使っていただきたいって言って、あの寄付したいんですけど、口添えしていただけませんかって、して2年前に退院して、もう3日ぐらい経って大久保病院に1000万円、まあ医療で少しも役に立ててくださいって寄付したんですけど、まあ院長先生ももうこれであのいろんな古いベッドも直すこともできるとか言って、あの喜んでいただいて、ですからもう先生、本当に私はね、こう多くの方にお世話になって生きてきて、この今一つのこういう事業を今やっておりますもんで、感謝の念がすごく強いんですよ私は、人に対しての感謝。あのお話ししててよく分かります、それは。ですから3倍ぐらいの気持ちで返さなくちゃいけないと思ってるんですよ。見習わなきゃいけないですね、我々はね。いやいやいや、できる人がやるべきなんだと思います、まあ、ね、確かにそれはそうだよね。やっぱりね、あのできる人はやはりね、社会貢献というのはすごく企業家は特に私は必要じゃないのかなと思うんですよね。とアメリカ社会はやはり多くの、ね、事業家は必ず寄付ですね。あのビル・ゲイツさんでもそうですし、まあ、一番もう代表なカーネギーさん、もう全財産して、孫には1万ドルだけしかあげないで、全財産。だからそういうアメリカには寄付する風土がありますけど、日本には企業がそういう社会に寄付するっていう風土がないんですよね、残念ながらね。でも僕はできる人はやるべきだと私は思う。だからちょっと率先してね、ちょっとしようかなと思って。素晴らしい、素晴らしいといえば添右衛門ブルース、これもね、なんかちょっと思い出があるんでしょ。添右衛門町ブルースはね、このメロディーがすごく、メロディーがすごく良くて、なるほどなるほど、なメロディーになんか私がこう憧れたっていうか、して一つのきっかけはあのカラオケで皆さんと友達と歌って3、4曲ぐらい歌ったんですけど、で添右衛門町ブルース歌ったら、この歌が一番もう合ってるよって、もう一番いいよってやって、あそうかなって言って、してそれで結構練習して、して歌ってるとあの皆さんをこう楽しまさせるこのメロディーが、
ですから特に好きになって、うんうん、そういうモーチブルスは必ずライブショーには入れております、うん、歌うんですね、はい、わかりました。じゃあちょっと聞いていただこうと思います、はい、金島昭夫さんバージョンで添右衛門町ブルース。ネオンきらめく道頓堀に押し流された恋一つ、さよならの言葉が涙とともによぎりに濡れる添右衛門町ブルース。きっと来てねと泣いていた可愛いあの子はウブなのか、なぜに泣かすか添右衛門町よ、さよならさよなら、また来る日まで涙を拭いてさよなら。街のネオンも消えてゆく、あの子も消えてゆく、なぜか寂しい添右衛門町よ、さよならさよなら、後ろ姿もよぎりに濡れて寂しいぞ。幸せがなぜか悲しい添右衛門町よ、さよならさよなら、もう一度だけ明るい笑顔見せとくれ。はい、お聞きいただきました。やっぱりいいですよね、はい、みんなの意見が、はい、合ってるってその通りだと思います。皆さんが和やかになって、ね、はい、はいはい、今日は本当にね、短いんですよね、60分ってあっという間なんですけども、はい、もういお話がたくさんね、はい、いい話が聞けたんでありがとうございました、はい、なんか会長から素敵なお知らせがあると聞いたんですか。あ、これガッチリマンデーじゃないからね。いやいや、747グループの中、ね、カラオケをなんか、ね、楽しむためになんか招待券とかなんか、いやいや、もう招待券じゃなくてね、はい、もうカラオケね、この番組を聞きまして、はい、ね、してこの番組を、はい、もう聞きましたよって言いましたら、はい、もうそしたらもう、はい、店長にもう全部言ってありますもので、はいはい、そしたら30分無料で、はいはい、全員がどなたでもなれるように、10人で行ってももう、はいはい、無料で
30分無料で、そのようにあのすごいです、ね、ラジオ聞いたようだけでいいんですよ。ありがたいですね。30分でいいですか？あっという間ですよ、30分でっていうふうにね、あの、テレビの方ではね、はい、言うと、じゃあ1時間にとかってなるんだけど、はい、まあ、冗談で、はいはい、ありがとうございます、じゃあ、あのこの番組聞いたと、ね、聞いたよということで、はい、言っていただければね、はい、747グループで、この番組聞きました、はい、あとその他にいろんなつまみも出ると思いますので、ああ、そうですか、はい、わかりました、じゃあ皆さん、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にですね、はい、カップリング曲、はい、夫婦春秋、はいはい、これを聞いていただこうと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、目と目があって手と手が触れる、無駄な言葉のいらぬ中、目をと人生寄り添う心を歌うは目をと春秋です。ついてこいとは言わぬのに、黙って後からついてきた。俺が二十歳で、お前が19、下げた手鍋のその中にゃ明日の名刺さえなかったな。お前血も涙もこぼさずに、貧乏お箱と笑ってた。そんな強気のお前が一度やっとおいらに日が差した、あの日涙をこぼしたな。お前に剣が振り出しで、胸突き波長の道ばかり、それが目音と軽くは言う。俺とお前で苦労した、花は大事に咲かそうな。お前今日は、日本コロンビアの金島京さんでございました。またいらしてください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組はカジュアルリッチなオイスターレストラン、オイスター&ワインキッチン系の提供でお送りしました。